さっきだって掃除は得意だから頼らずにやろうと思ったけど、また迷惑かけちゃった。だからやっとお返しができて嬉しいの。大丈夫だよ、いつも迷惑だなんて思ってないし、それに初めてじゃないよ。俺はいつも阿波連さんに助けられてるし、俺も頼ってるよ。いつもありがとうね。頑張ろうね。